タミヤさんブース来てます。結構ね、今ジョーさん T シャツ着てるんですけど、これと同じデザインの湯たんぽがあるということで。湯たんぽ、はい、かわいくない？かわいいですよね。ドイツ式の湯たんぽ、白と黒と2色、はい、今回のね、ホビーショーで出てます。ホビー祭りや、ホビー祭りで、ミリタリーキャップ、つばが広いタイプ、狭いタイプ両方あるということで、まあ、細かい。サバゲットが好きな方はこういうのつけたらいいかなと思いますよね。かっこいい、かっこいい生地もね、しっかりしてて、はい、いいですね。で、はい、タミヤさんといえば、はい、ミニ四駆、ね、ミニ四駆限定品ですよ。はい、出てますね。もう早くもね、一商品売り切れてしまってるってすごいですね、はい、人気の商品が出たなっていうことですよね。ですけども、うん、こちら今に、今あるのは3種ですかね。はい、はい、ね、あります。レイボルフイエロースペシャルの MA シャーシと1296円。ああ、はいはい、やっぱりリーズナブル、うん、やっぱね、お求めやすいんですよ ね、全体的に。やっぱり、うん、そこは魅力ですから。そう、はい、値上げしない謎っていう人気やばいっていうやつですね、うん、とこちらですね、アビリスタですね、うん、ミニオンプロシリーズから出てます。で、こちらはクリアブルボディっていうのですね。あ、ありがとうございます。 ありがとうございます。これはボディがクリアになってると、クリアになってて、あとこれシャーシがホワイトで、タイヤもオリジナルの木が、すごい、ね、かわいい。これイベント限定で、こっちは逆にこう、アビリスターパープルですね。あ、これもクリア、クリアな感じ、クリアボディ、タイヤもオリジナルで、これもオリジナルカラー、なおかつこれシャーシはこれね、シルバーなんです。あ、すごい。あ、そうなんだ、かっこいい。こいつはホワイト、すごい、カスタムもね、うん、こうやって中身見れるとはまさか思わず、ありがとうございます。もうサービスしていただいちゃって、ね、こんな感じです。ぜひね、イベントに来てこういう限定品を買ってですね、うん、友達と差をつけるのも一番やっぱ目的ですから、はい、でクリアパーツなんでね、自分で塗装とかも多分しやすいと思いますんで、うん、そのあたりも楽しんでもらえたらなというふうに思います、はい、ありがとうございます。